ピグさんありがとう、タタさんありがとう、ナイアガラさん、ダイちゃんありがとうございます。今日はまとめ髪してみました。君はもっとできるの衣装だったからまとめ髪似合うかなってちょっと思って、しかも昨日さえちゃんがまとめ髪しててすごい可愛かったので、うん、私もしてみちゃった。でしょさんありがとう、ひろきさんありがとう、可愛かった、ゆうぴーさん、くろちゃん、たかっぴさんありがとう、こんばんは、似合ってる、嬉しい。来てくれた方と VR 見てくださった方ありがとうございました。皆さんありがとう。 VR とかそうあったんだよね、すごかったよね。楽しかったね、いい推しの日だって今日、あら、いい推しの日、いい推しの日だって、みんないい推しの日、いい推しになれているのでしょうか。ありがとう、伊沢さん、コウトキさん、キムさんありがとう、いいおし、なんか、いいな、何々の日がいっぱい、確かに。だいちゃんありがとう、ちかわいありがとう。ケータリングがすごかったんだよね今日、危なかった。なんかお魚、焼き魚みたいなの食べてたら、焼き魚焼いてくれてる、なんか方がいて、女の女性の方で、あ、バラさんありがとう、最高ありがとう、MJ 様ありがとう。で、焼き魚焼いててくれた方が、その私たちが食べるごとに、あ、おいしいみたいな言ったら、またもうどんどん持ってきてくれてそう、いっぱい食べちゃいましたね。サバ、アジ、アジ、アジ買い増ししたよ、ありがとう、嬉しい。カレーとステーキとか焼き鳥とかもあって、さすがに全部は食べなかったけど、いぶきはもうほぼ全部食べてましたね。食べ盛りそう、美味しかった、めっちゃ。
そうステーキとかもあって、うん、美味しかったなめっちゃ。めっちゃ美味しかった。カクカクしてるか。配信で見てました。ありがとう。でも確かに田舎ほど。ちょっとカクついてますね、こちら見れるのかな。スイカはできませんでしたね、私。でもね、サイちゃんができてますね。なんか3回くらいできたみたい、スイカ。ちょっと、やばい。スイカ、ちょっと早く作りたいんだけど。トリルさんありがとう。毎週フェスがあるから。確かにハイボール飲まなかったです。飲みたかったけど我慢しました。サダヤンさん ありがとう。宗像フェス帰りです。楽しかったです。ありがとう、来てくれ見てくれて。楽しかった。フェス配信で見てた方もありがとう。こんばんは。 TikTok もつけてみたよ。見てるさ層が違うからさ、 TikTok とショールームなんか2つできるときはつけたいんだよね。まあちょっとすぐ終わっちゃいますけど、今日はすぐ終わっちゃう予定。スミスさんありがとう。スイカできたね、いいな。カッキーさんありがとう。スミスさんありがとう。切り抜きとかできるの。そうできちゃうみたいだよ。こんばんは。ありがとう。女の子、若い女の子とかも確かに TikTok 見てる子多いね。うちの愛知ちゃんの気持ち可愛かった。ありがとうね、ありがとうね。なんかボード作ってくれてありがとう。可愛いね、ありがとう。なんか楽しかった。なんか情報見れてるし素晴らしい。なんかね、福岡ってやっぱ広いな、行ったことないとこ多いんだなと思って。意外とね、そう、私のこと分かるかな。そりゃ分かるよ、そりゃ分かる。なんで金髪にしたの。目立ちたいからです。大ちゃんありがとう、ありがとうございます。決してグレタとかではなく。サダヤさんありがとう。やっぱりこんだけ人数が多いとなんか目立ってね、なんぼの世界かなって思うので、ちょっと髪型明るくて短い子あんまいないから着てみました。福岡、糸島いいよね。クロちゃんありがとう。太宰府はね行きたい。愛知見るとポジティブ思考になる。本当？ピンクとかはしてみたい。サダヤさんなんか撫でた。え28度明日福岡、暑そう、暑い。あ、スイカ作りたいみたいなあれにしちゃってたかも、コメント。
しすぎて目が痛いです。サングラスしてください、お願いします。いってらっしゃい、ありがとう。さやちゃんのかき小屋行こう。かき小屋、かき多分食べれないんだよね、多分。さやちゃん、わかんない。チロシさん、ありがとう。あ、ちょっとレア品はすぐ見つけられました。そうよね、明るいとね、見つけやすいっていうのはある。のりさん、白川さん、ありがとう。ありがとう、石川さん、はじめさん、ありがとうございます。プリンなって、いやでもどうだろう、もう私あの結構もう明るいやつだから、なんか結構すぐ生えたらわかるんだけど。うさ耳、あら、してた今。ありがとう、サダヤン。でもなんかこの金髪プリンになってる人割といるんだよね。いるっていうか、その最近おしゃれでね、プリンに、プリンをおしゃれに見える、昔よりは緩くなってるみたいだけど。ツッキーさん、ありがとう。コンサート前に行くかな。ヤッホー、いい推しの日。伸びたのが分かるよね、もう生きてるって感じ。ミサオさん、ありがとう。生きてる。今日は編み込み、全編み込みです。初めてあいつの話、初めてなんだ、意外と初めてな感じしないんだけどね、意外と初めて。いいみかんの日、あ、そうなんだ。あ、ありがとう、十字架さん、ありがとうございます。度合いに確かに言われるけど、まあこんぐらいだったらまだ全然大丈夫。ネイルカーチ、ネイル、スーパーサイヤ人、スーパーサイヤ人になりたいです。私国立に行ってきます。あー、もうアキさんのアビスパね、本当にすごいなぁ。1年間、釣られて1年間。意外となんかでもすごい長く感じたんだけど、あっという間だ。久々にお酒飲みました。祝勝祝い。春にしてたオリーブが好きかも。まあ私も普段芸能とかしてなかったらオリーブ系が、うん、好きかもな、わかんないけど。芸能してるからっていうか、まあ、今はただ目立つということだけで金にしてるんですね、はい、そういうことです。目立ちたいということだけで金にしております。本当に金髪似合ってる、ありがとう。それはありがとう。ネイルはね、仕事できない方もいらっしゃるもんね。さや姉さんに会えたけど、お疲れ様ですしか言えなくて、その時結構移動中にお会いしちゃったから、そうなんだよね。なんかでもすごかった、可愛かった。うん、今何時、うん、ちょっと今日は疲れちゃったな。なんか意外と意外と大阪じゃない、大分の2日
ポーツオブハートの次の日に一日だけ休みあったけど、ずっと先週の日曜日からもうほぼ休みなく続いてるから、ちょっと今日はゆっくり休みたいなっていう感じです。ソファーには座ってますいつも、けど配信時はお部屋が見えちゃうから嫌でソファーの下に座ってます。福袋予約したよ、ありがとう、すごいやった、あの豪華な福袋。休める時に休んでね、ありがとう。そうね、11月もちょっと忙しくなりそうだし、うん、年末までね忙しそうだから体調気をつけます。リップね、リップな、何使ってたかな、今日はリップモンスターとインク、エアインクリップ23番と、さっきグロス塗ったよ、このキラキラのグロス塗ってみた、オールザスターズ、こんばんは。亀戸籍できるねって言ってたんですけど、本当に亀戸籍、亀戸籍見たけど本当ですかって、でもさ、どうなんだろう、いいのかな、よければずっと続くんだろうけどね、なんかデメリットとかもありそうではあるけど、ちょっとなんか亀戸籍どうなんだろう。こんばんは BB さん、ありがとう、無理しないでね、ゆっくり休めるとき休んで、ありがとう。ちょっと暑いからな、気温が暑いから寒くないのはいいけどさ、後ろの席で4人だけっていうのもすごいよね、確かに。4席っていうのもちょっとびっくり、4席ね、プレッシャー。トニーさんありがとう、マサタンさんありがとう、イエイ。ふうね、どうなるんだろうね、ちょっとお試しでやってみてって感じですかね。好評だったらね、そうチームとかでも実施されるかもね。暑かったり寒かったりですね、はい、体調気をつけ、みんなも途中バテてました、暑かったよね、確かに。デコ好きさんありがとう、愛知を取りたい、そうね、席ありすぎても多分うるさくなっちゃったりするじゃん、パシャパシャみたいな、もしかしたらね、そうか。ズッキーさんありがとう、10時半ということで、金髪似合ってる、ありがとう、嬉しいです、ありがとう。ちょっと今日は短いけどそろそろ終わろうかな、プレゼント送らせてもらいました、ああありがとう、嬉しい、早いね、行動力の塊。さえちゃんとじゃあやるよ、あれでしょ、マリオ送ってくれたんでしょ、じゃあもうさえちゃんとゲーム配信しますゲーム配信っていうほどのあれじゃないけど、プライベートで2人でやってる感じのやつをちょっと配信でもお見せしますね。この TikTok だったらね見せれるからさ、嬉しい。たりあきさんありがとう、愛知撮るね、ありがとう、もしそうだね、よろしく。
仕事早いわ。行動力があるね。ありがとうね。余韻に浸りながら寝ます。みんなゆっくり寝てください。私もちょっと ゆっくりしようかなって思います、今夜は、うん、ではランキングを見たいと思います。皆さんありがとう。さえちゃんの絶叫が聞ける。意外とね、絶叫絶叫抜きだよあの方絶叫抜き。インスタ載せるね。 OK。 うん、あの方結構絶叫、絶叫っていうかね、私より絶叫系の絶叫系 YouTuber って感じ。じゃあランキング見ます。13位スミスさん、12位ナオさん、11位コウトキさん、10位マサタンさん、9位クロちゃん、8位ムケイさん、7位ズッキーさん、6位 MJ さん、5位フクピグさん、4位タータンさん、3位チロシさん、2位ユツナバラさん、1位ダイちゃん、ありがとう。じゃあこのライブの TikTok の方も読ませていただきます。3位タータンさん、2位ブタバラさん、1位サダヤンさん、ありがとういっぱい、ありがとう。ありがとうございます。またねって、ありがとう。今日も一日お疲れ様でした。サダヤンありがとう。じゃあねみんな、またねー、バイバーイ。バイバーイ、おやすみなさい、ありがとう。